ではあったけれど、それなりに意味のあるデータも少しばかり拾えたわね。イレギュラーの棒や詳細プロパティを参照できないのは、非正規婚姻から発生した未登録ユニットだからかなって思ってたんだけれど、違うわね。あなた、あっちから来たのね。向こう側の人間、そうなんでしょ？そうだ。とはいえ、俺に与えられた権限レベルはこの世界の人たちと全く同等で、あなたのそれには遠く及ばないんだけどな。アドミニストレーター、いや、クイネラさん。図書室のちびっこがつまらない話をあれこれ吹き込んだようね。それで坊やは一体何をしに私の世界へ転げ落ちてきたのかしら。管理者権限一つ持たずに。権限はなくても知っていることは少しばかりある。へえ、例えば？くだらない昔話には興味ないわよ。なら未来の話はどうだ、クイネラさん。あなたはそう遠くない未来にあなたの世界を滅ぼす。私が？私の可愛い人形たちを散々痛めつけてくれた坊やじゃなくて、この私が滅ぼすの？そうだ。なぜならあなたの過ちはダークテリトリーからの総進行に対抗するために整合騎士団を作り上げた。いや、作ってしまったこと、それ自体だからだ。いかにもあのちびっこが言いそうなことね。いっそ不憫だわ。そこまでして私を追い落としたいあの子も、うかうかとそれに乗せられた坊やも。お言葉ですが、最高司祭様、来たるべき闇の軍勢の総進行に現在の整合騎士団では抗いきれないとお考えだったのは、騎士長ベルクーリ閣下も副長ファナティオ殿もご同様でした。そしてこの私も。無論我ら騎士団は最後の一騎までも戦い抜き散り果てる覚悟でしたが、しかし最高司祭様には騎士団亡き後、婿の民人を守る手立ては終わりだったのですか。よもやお一人でかの国の大軍勢を滅ぼし尽くせるなどとお考えだったわけではありますまい。私は先刻あなたの執着と欺瞞が騎士団を崩壊させたと言いました。執着とはあなたが人界の民たちからあらゆる武器と力を奪ったことであり、そして欺瞞とはあなたが我ら整合騎士すら深くたばかっていたことです。この世界を、民たちを守るために必要なことであったのなら、今は咎めますまい。ただ、どうして我らの小売教会と最高司祭様に対する忠誠と敬愛すらも信じてくださらなかったのですか。なぜ我らの魂にあなたへの服従を強制するなどという汚れた術式を施されたのですか。あらあら、アリスちゃん、随分と難しいことを考えるようになったのね。私があなたたち整合騎士を信じなかったですって。ちょっとだけ心外だわ。とっても信頼してたのよ。歯車仕掛けでけなげにカタカタ動く可愛いお人形さんたちですもの。アリスちゃんだって大事な剣が錆びたりしないようにこまめに磨いてあげるでしょ。それと同じことよ。あなたたちにプレゼントしたパイエティモジュールこそ私の愛の証だわ。あなたたちがいつまでも綺麗なお人形でいられるように、くだらない悩みや苦しみに煩わされずに済むように。かわいそうなアリスちゃん、綺麗なお顔をそんなにくしゃくしゃにしちゃって悲しいのかしら、それとも怒っているのかしら。私のお人形のままでいればそんな無意味な感傷を味わうことは永遠になかったのに。安心してアリスちゃん、ちょっとお板をしたくらいで怒ったりしないから。今あなたにそんな悲しい顔をさせてる記憶もリセットしてちゃんと消してあげる。何も考える必要のないお人形にちゃんと戻してあげるわ。確かに私は今胸を引き裂かれるほどの苦しみと悲しみを感じていますけれど、私はこの痛みを、初めて感じるこの気持ちを消し去りたいとは思いません。
なぜならこの痛みこそが私が人形の騎士ではなく一人の人間であることを教えてくれるからです。最高司祭様、私はあなたの愛を望まない。あなたに直してもらう必要はありません。人形であることをやめた人形、それを人間とは呼ばないわよ、アリスちゃん。ただの壊れた人形に過ぎない。残念だけど、あなたがどう思うかなんて関係ないの。私がシンセサイズすれば、今のあなたの感情なんて何もかも消えてなくなっちゃうんだから。クイネラさん、あなたは管理者権限を持つ最高司祭だ。だがいくらあなたでも過去を好き放題編集できるわけじゃない。あなたもまた人の子として生まれ育った一人の人間であるという事実は決して消去できない。人間、人間ね。向こう側からやってきた坊やに言われるとなかなかに複雑なものがあるわね。つまり坊やは自分の方が偉いと言いたいの？アンダーワールド人ごときが生意気なってってことかしら。いやいや、とんでもない。大元のところでは同じ魂を持つ人間であることに違いはない。俺が言ってるのは、あなたも人間である以上完璧な存在ではありえないってことさ。聖護騎士団が反壊した以上、もし今ダークテリトリーの総侵攻が始まったら人界は滅ぶぞ。あなたがこれまで苦心して維持、あるいは停滞させてきたこの世界は容赦ない破壊と暴力にさらされる。それを見た向こう側の者たちはこう思うだろう。今回は失敗だった、また最初からやり直そうってな。さすがに愉快ではないわね。この世界が私の知らない何者かに意のままにされるただの箱庭だなんてはっきり言われるのは。でもそれならあなたたち向こう側の人間たちはどうなのかしら。自分たちの世界がより上位の存在に創造されたものである可能性を常に意識し、世界がリセットされないように上位者の気に入る方向へのみ進むよう努力しているの？そんなはずないわよね。戯れに世界と命を創造していらなくなれば消し去ろうなんて連中だもんね。そんな世界からやってきた坊やに私の選択をどうこう言う権利があって？私はごめんだわ。創造神を気取る連中におもねって存在し続ける許しを請うなんていう惨めな真似は。ちびっこに昔話を聞いたなら坊やは知ってるはずよ。私の存在証明はただ支配することのみにある。その欲求だけが私を動かし私を生かす。この足は踏みしだくためにあるのであって、決して膝を屈するためではない。ならばあなたはこのまま人界が蹂躙されるに任せ、民なき国の支配者として名ばかりの玉座で一人滅びの時を待つつもりなのか？私はこのアンダーワールドをリセットさせる気はもちろん、最終負荷実験さえも受け入れるつもりはないのよ。そのための術式はもう完成しているの。喜びなさい。誰よりも最初にあなたたちに見せてあげるから。本当のことを言うとね、騎士団はただのつなぎだったのよ。真に私が求める武力には記憶や感情はおろか、何かを考える力すらもいらない。ただひたすらに目の前の敵をほふり続けるだけの存在であればいい。つまり人間である必要はないの。何を言って。愚かな道化だったけれど、チュデルキンも少しは役に立ったわね。長ったらしいこの術式を最後まで組み上げる時間を作ってくれたんだもの。さあ目覚めなさい、私の忠実なるしもべ、魂なき殺戮者よ。リリースリコレクション。これはまさか、ありえない。
私に複数の、しかも30もの武器に対してこれほど大掛かりな感染支配術を使うなど、術の断りに反しています。これこそ私の求めた力、永遠に戦い続ける純粋なる攻撃力。名前は、そうね、ソードゴーレムとでもしておきましょうか。剣の自動人形。さあ戦いなさい、ゴーレム。お前の敵を滅ぼすために。残念だわ。よく使えるお人形だったのに、壊さなきゃいけないなんて。さあ、反逆の騎士アリスを殲滅なさい。アリス！ここまでとは、あれは私たちに勝てる相手では。大丈夫だ、俺たち3人なら勝てるはずだ。ああ、行くよみんな。これは、その探検を使うのよ。誰ですか？あなたたちの味方よ。早く探検を床の昇降板に差しなさい。ですが、このままでは二人が。
時間は私が稼ぐから急いで。ダメだ、もういい、逃げろ。よかった、間に合った。最後に一緒に戦えて。任を解き、労をねぎらい、お前の好きな本棚の片隅で望むように生きよと言うたじゃろうに。キリト、この方は一体？名前はカーディナル。200年前にアドミンストレーターと戦い追放されたもう一人の最高司祭だ。大丈夫、味方だよ。俺と勇士を助けてここまで導いてくれた人だ。この世界のことを心から愛し、また憂いている。カーディナル、あれがシャーロットの真の姿だったのか。彼女は俺たちを救ってくれた。俺たちのために自分を犠牲にしたんだ。なぜ、なんでそんなことが。この子はもう50年も生きておった。その間ずっとわしと語らい、多くの人間たちを見守ってきたのじゃ。お主に張り付いてからでも早2年。それほどの時を共に過ごせば、たとえフラクトライトを持たずとも、たとえその知性の本質が入力と出力データの蓄積に過ぎなくとも、そこに真実の心が宿ることだってあるのじゃ。そう、時として愛すらも貴様には永遠に理解できぬことであろうがな、アドミニストレーター。虚ろなるものよ。来ると思ったわ。その坊やたちをいじめていればいつかはカビ臭い穴蔵から出てくると思ってた。それがお前の限界ね、おちびさん。私に対抗するための手駒を仕立てておきながら、それを駒として使い捨てることもできないなんて、まっったく、どしがたいわね、人間というものは。ふん、しばらく見ぬうちに貴様こそ随分と人間の真似が上手くなったものじゃな。200年の間ずっと鏡を相手に笑う練習でもしておったのか。あら、そういうおちびさんこそ、そのおかしな喋り方は何のつもりなのかしら。200年前、私の前に連れてこられた時は心細そうに震えていたのに。ねえ、リセリスちゃん。貴様、この場所のアドレスを切り離したな。200年前、あと一息で殺せるというところでお前を取り逃がしたのは確かに私の失点だったわ。あのカビ臭い穴蔵を非連続アドレスに設置したのは私自身だものね。だからね、私はその失敗から学ぶことにしたの。いつかお前を誘い出せたら、今度はこっち側に閉じ込めてあげようって。ネズミを狩る猫のいる檻にね。つまり貴様自身もこの場所に完全に囚われたということじゃ。そしてこの状況ではどちらの陣営が猫でどちらがネズミなのかは確定しておらぬと思うが、何せ我々は4人、そして貴様は1人。この若者たちを侮っておるのなら、それは大いなる過ちじゃぞ。4人対1人？いいえ、その計算はちょっとだけ間違ってるわね。正しくは4人対300人なのよ。私を加えなくてもね。
何？4人対300人？貴様、貴様、なんと、なんという非道な真似を。貴様は統治者じゃろうが。その剣人形に変えた者たちは本来貴様が守るべき民ではないのか。民？民って人間？人だというのですか、あの怪物が。ご名答、やっと気づいてくれたのね。私は支配者よ。私の意志のままに支配されるべきものが下界に存在していればそれでいいの。たとえその形が人だろうと剣だろうと、それは大した問題じゃないわ。貴様、あら、揃って黙り込んじゃってどうしたの。だいたいこれはあくまでプロトタイプなのよね。やったらしい孵化実験に対抗するための完成形を量産するにはざっと半分くらいは必要かなって感じだわ。半分とは？半分は半分よ。人界に存在する約8万のヒューマンユニットの半分、4万ユニット、それだけあれば足りるんじゃないかしら。ダークテリトリーの進行を退けて向こう側に攻め込むのにね。どう？これで満足したかしら、アリスちゃん。あなたの大事な人界はちゃんと守られるわよ。最高司祭様、もはや人形を作っている30本の剣、その所有者は一体どこにいるのです？ソードゴーレムを構成する一本一本の剣が記憶解放によって動いているのであれば、剣とその主の間に強固な絆が必要となる。私とこの金木犀の剣、他の騎士たちとその人気、あるいはキリト、ユージオと彼らの剣のように、主は剣を愛し、また愛されなくてはならないはずです。答えは坊やたちの目の前にあるわ。ユージオにはもう分かってるはずよ。そうか、そうだったのか。ユージオ、何に気づいたんだ？キリト、あの天井にはめ込まれている水晶、あれはただの飾りじゃないんだ。あれはきっと聖護騎士たちから奪われた記憶のかけらなんだ。それなら、あの中には6年前のシンセサイズによって奪われた騎士アリスの記憶も含まれているはずだ。もしそうなら、2年前ルーリットの北の洞窟でユージオの傷を治療する中で聞いた声の主はアリスの記憶のかけらなのかもしれない。それはつまり、騎士から奪われた記憶、それ自体も独立した思考力を持っているということにならないか。おのれ食い狙う。貴様は、貴様はどこまで人をもてあそぶつもりなのじゃ。あら、さすがと言ってあげるべきかしらね、おちびさん。聞かせてくれるかしら、あなたの回答を。フラクトライトの共通パターン、そういうことじゃろ。シンセサイズの秘技で抜き取った記憶ピースを新たなライトキューブにロートした精神原型に挿入すれば、それを疑似的な人間ユニットとして扱うことは可能じゃ。しかしその知性は極めて限定され、ほとんど本能的衝動しか持たぬ存在となるじゃろうから、とても武装完全支配術などという高度なコマンドを行使することはできん。つまり天井で輝く水晶は最愛の誰かの記憶を与えられた赤ん坊ということなのか。じゃが、その制限にも抜け道はある。それはつまり、フラクトライト原型に挿入した記憶ピースとリンクする武器の構成情報が限りなく共通するパターンを持っている場合じゃ。具体的には、聖護騎士たちから奪った記憶に刻まれた最愛の人間自身をリソースとして剣を作った、そういうことじゃな。アドミニストレーターよ。
剣の所有者は聖護騎士たちから奪われた愛する誰かの記憶、そして剣はその愛する誰か、例えばエルドリアの母親やディソルバードの妻、そして彼女たちの近しい親族を素材にしているのか。つまり31人の聖護騎士の記憶のかけらの持つ思いが、彼らの愛した300人の人間でできたソードゴーレムを動かしているのか。けど赤ん坊レベルの思考力しか持たないはずの記憶のかけらたちは、一体いかなる衝動、いかなる感情によって巨大なソードゴーレムを動かしているのか。欲望よ、触りたい、抱きしめたい、自分のものにしたい、そういう醜い欲望がこの剣人形を動かしているの。天井に固定された騎士たちの記憶はすぐそばに愛する者がいることを感じているわ。でも触れない、一つになれない。苦しいほどの飢えと渇きの中で見えるのは敵の姿だけ。だから戦う。どんなに傷を負っても、何度倒れても、起き上がって永遠に戦い続けるの。どう？素敵な仕組みでしょ。本当に素晴らしいわ、欲望の力というものは。違う！誰かにもう一度会いたい、手で触れたい、その感情を欲望などという言葉で汚すな！それは純粋なる愛じゃ！人間の持つ最大の力にして最後の奇跡、決して貴様のようなものがもてあそんでよいものではない！同じことよ、愚かなおちびさん。愛は支配、愛は欲望、その実態はフラクトライトから出力される信号に過ぎない。私はただ最大級の強度を持つその信号を効率よく利用しただけよ。お前が用いた手段よりもっとずっとスマートにね。お前にできたのはせいぜい無力な子供を 2,3 人籠絡する程度のこと。でも私は違うわ。私が作った人形には記憶フラグメントも含めれば300ユニット以上もの欲望のエネルギーが満ち溢れている。そして何より重要なのは、その事実を知った今、お前には決して人形を破壊できないということよ。なぜなら人形の剣たちは形を変えただけの生きた人間どもなのだから。ああ、そうじゃな。わしに人は殺せぬ。その制約だけは絶対に破れぬ。人ならぬ身の貴様だけを殺すために200年の時を費やして術を練り上げてきたが、どうやら無駄だったようじゃ。なんて愚かな、なんて滑稽なのかしら。お前ももう知っているはずなのに、この世界の真実の姿を。そこに存在する命なるものが書き換え可能なデータの集合に過ぎないことを。それでもなおそのデータを人間と認識し、殺人禁止の制約に縛られるとは。いや、人だとも食い狙いよ。アンダーワールドに生きる人々は我々が失ってしまった真の感情を持っている。笑い、悲しみ、喜び、愛する心をな。人が人たるためにそれ以上の何が必要であろうか。魂の入れ物がライトキューブだろうと生体脳だろうと、それは本質的な問題ではない。わしゆえに誇りと共に受け入れよう、敗北を。じゃが一つ条件がある。わしの命はくれてやる。代わりにこの若者たちの命は奪わんでやってくれ。あら、この状況で今さらそんな交換条件を受け入れて、私にどんなメリットがあるのかしら。さっき言うたじゃろ、
ひたすら術を練り上げてきたと。戦闘を望むなら、その哀れな人形の動きを封じながらでも、貴様の天命の半分くらいは削ってみせるぞ。それほどの負荷がかかれば、貴様の心もとない記憶容量がさらに危うくなるのではないか。別に結果の分かっている戦闘ごときで私のフラクトライトが脅かされたりはしないけど、でもまあ面倒ではあるわね。その逃がすっていうのは、この閉鎖空間から下界のどこかに飛ばしてやれば条件を満たすのよね。今後永遠に手を出すななんてことなら拒否するわよ。いや、一度退避させるだけでよい。彼らならきっと。まあいいわ、私も面白い遊びを後にとっておけるしね。じゃあステイシア神に誓いましょう、おチビさんを。いや、神ではなく貴様が唯一絶対の価値を置くもの、自らのフラクトライトに誓え。ダメだ、これじゃあ俺たちの8年前と同じだ。目の前で大切な人が奪われるのを見逃すことなんてできない。じゃが、わしにソードゴーレムは。俺たちがやる。俺たちがソードゴーレムを殺す罪を背負う。だから生きてくれカーディナル、そして力を貸してくれ。私も同意見です。騎士として司祭様を犠牲に自分だけが生きながらえるなど到底できません。まったく、意固地な奴らじゃ。分かった、力を貸そう。とはいえ無策でどうにかできる相手ではないぞ。僕に考えがあります。ユージオ、キリト、僕はアドミニストレーターに惑わされ君とアリスに剣を向けてしまった。それなのにその罪を償うこともできないまま、今度はカーディナルさんの犠牲で命を救われようとしていた。キリトの言う通り、僕は再び8年前の過ちを繰り返すところだった。それだけはダメなんだ。今度こそ僕が助けるんだ、みんなを。カーディナルさん、僕を、僕のこの体を剣に変えてください。あ、ユージオ、そなた。僕らがここから逃げたら、アドミニストレーターは世界中の人間たちの半分をあの恐ろしい怪物に変えてしまう。その悲劇を防ぐための最後の可能性が残されているとすれば、それはシステムコール、リムーブコアプロテクション。良いのかユージオ、元の姿に戻れるかどうか分からぬぞ。いいんです、これが僕の役目。僕が今この場所にいる理由なんです。そうだ、最後にこれだけは伝えておかないと。カーディナルさん、それにキリト、アリス、最高司祭に金属の武器は届かない。だから僕はもらった探検をさせなかったんだ。そうだったのか。それじゃあお願いします、アドミニストレーターが気づく前に。ダメだ、やめろユージオ。だってもし元に戻れなかったら、お前は、お前の望みは。いいんだキリト、これが僕のなすべきことなんだ。そんな。よかろうユージオ、我が術式をそなたの決意に捧げよう。キリト、頼む。
ようやく見つけたんだ。ユージを。わかった。カーディナルが術式を完成させるまで、俺とアリスでしのぐ。待ってください。私と二人だけでソードゴーレムと戦うつもりですか？大丈夫だ。俺たちなら。しかし、私にあなたとの記憶はありません。共に戦った経験も信頼も少ないそんな状態で、あなたと友情のようには戦えません。それなのに耐え切ることなどできるのでしょうか？これは。どうした？声が聞こえる。声？記憶がなくとも、今日ここでキリトやユージオと共に戦ってきた記憶は本物だと。だからあなたは戦える。そう彼女が言っています。彼女？アリス・ツーベルク。いいでしょう、キリト。彼女の言う通り、記憶がなくとも我々が掲げる思いは同じ。共にソードゴーレムへと挑みましょう。ああ、行くぞ。どんな敵でもお前にも勝てます。赤い